はい、どうもどうも、お願いします。お願いします。さっきのオープニング撮れてなかったから、もう一回はい、頑張りましょう。はい、はい、とりあえず企画説明をすると、サブが10キロ痩せる、そうです、10キロ痩せる企画ために何キロ走るの？1600キロ。正解、1600キロ。北海道まで、はい、この愛車、愛車、名前つけますか？何にする？トミーにしようか。じゃあトミーね。トミー号に乗って、サブが、はい、北海道まで行きます。行きます。マジ？マジで行きます。一切ズルなし、はい、所持金5万円。5万円で、決めたことが3つあって心霊スポット1個行く、土地で出会った人と動画を軽く撮る、はい、で、美味しいものを食べる、はい、ズルしない、めっちゃ決まってる人です。めちゃめちゃ決まってる。無理だったらスキンヘッドっていう。そうですね。で、さすがに、はい、かわいそう、かわってか、でも自分で行きたいって言ってたから。そうです、行きたくはあったんですよね、うん、何年も。で、俺ももともとそういうの好きだから、はい、行くわけですよ、僕のこのチャリ見えるかな。これガチガチですね。いいチャリですね。ガチチャリ、はい、ガチチャリで、はい、行きます。ガチチャリで行きます。今原宿なんですけど、ここ、はい、原宿ですね。さすがに僕もちょっと行きたいってことで、はい、福島県まで行きます。行っていいですか、福島。大丈夫ですか、福島で。取りだめたから、はい、明日の動画あるんですよ、はい、編集しなきゃいけないけど、明日中に福島までに編集しなきゃいけないですか。編集しなきゃいけない。心配ですね。心配だけど。福島行こう。福島行きましょう。考えたことあると思うんだよ、みんな。でも実際あんまやってる人、まあ、いないんですけど、やっぱ表沙汰にはなって、リアルなところいないから、はい、ドキュメンタリー、ドキュメンタリーで行きたいと思います。はい、じゃあ頑張ってください。頑張ります。いざ行こうぜ。トミー号行こう。チャリに雑魚すぎるって。マジで雑魚ですね。多分3日後にこのチャリ壊れます。やめなって。チャリ雑魚すぎ問題やね。はい、どうぞ行っていいよ。サブ行こうぜ。両津換気しだからね、絶対。どうしたサブ？チェーン取れました。マジで取れました、チェーン。全部棚もいいと思うんですよ。棚って取れないですね。残り1600キロでいい？はい。どうしたサブ？いや、めっちゃいい自転車だな。見ようぜ。奇跡起きてるよ、サブ。なんじゃないっすか。マーチャリあるよ。おい、俺らが欲しかったメガネやつのヘルメットもあるし。15万。え、お前ここめっちゃいいんじゃないの。いや、めっちゃいいっすよ。やっぱこのチャリ乗ってます。そうね、俺のチャリいつか使った方がいいかもね。はい。ピザーラに抜かされるサブ。赤なのに。マジあっち。池袋。池袋来ました。今何、1時間ぐらい漕いだ。これどっかで銭湯入んないとな、朝。はい。7時14分。オッケー。こんな感じ。走れ。
ちょっと似合ってると。ちょっと似合ってますよ。うん。バカみたいに気づいてます。いやでも夜ね、チャリこぐの楽しいっすね。僕は200キロぐらい飛ばします。サブは1600キロ。これは前祝いでただついてってるので簡単だから、サブが200いけた時にこのチャリを貸そうと思います。やっぱ路面がいるよあそこに。俺知らなかったです、東京に路面電車。そうだよな、お前東京民じゃないもんな。俺も知らなかったわ。ということで、はい、8時がと近いんで、はい、投稿したいんですけどね。それで止まったらね、サブがなんか言ってる、はい、あれっすね、道間違えましたね。どんくらい間違ったの。いや、5キロぐらい間違えました。いや、5キロでかいって。いや、でかいっす。あと何、どうしたの。後輪パンクしてますから。気づかないうちに。なんか踏んだんだよ、さっき。だからお前は、今燃えてて。いや、あれでしょ、さっきより距離が遠くなってるんでしょ。はい、いや、まあちょっと。さっきより 0.1キロ、100メートル遠くなって、後輪パンクしたんでしょ。後輪パンクしました。やめちまえ、お前。Thank you.